おはようございます。今日は2018年4月の2日、昼の13時です。よろしくお願いします。おはよう。あ、おはよう、かよほ。寝起きです。スマホスタンドはどこだ。のんちゃんスマホスタンドしんない。これか。おはよう。体調悪いってどういうこと？誰が体調悪いの？おはよう。まだつ、まだ眠そうって。今起きたんだって。起きた瞬間に枠開いただけで何言ってんのか全然わかんない、みんなが、おはよう。いや、そんなに綺麗になってない。あ、いい。え、いつなのって、もうどん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 進んでるな、段階づく。いつも何も、もうどんどんアップロードされてるよ。え、生放送ないよ。動画だよ、あの番組。どんどん次の次のって出されるよ。
い。そうそうそう、あれが生放送が特別編だったの。そうそうそう、なるほど。もう一回ぐらい生放送やるかもしれないけどね。結構的外れなこと言われてるよね。生放送なんだからコメント読めとか言う人いたけど、いやいや、お前らのフィールドでやってやったんだろうっていう。いや、こっからノースケジュール、スケジュールから、ないよ。やっと暇ね、暇になってきた。幸せだよ。やることはいっぱい溜まってるけど、スケジュール的には空だね。
ご飯どうするのんじゃ。どうする。どうしよう。朝ごはん。丼丸。今日何曜。月曜。丼丸。丼丸食べる。社員くん。着替えようかな。着替えて。ズボン履くだけ。いや、こっち向いてるから大丈夫だ。見てた見てた、ツイッターの報告見てた。偉いなと思って。便所さんに呼ばれたの、電話で。いろんな人のところ行きな。もう手があんま掃除にこだわらず、もうあれだよ、いろんな人と絡む、ひどんなとかいろんな人とコラボさせてもらえな。あったじゃん。最初はもう、まずは名前覚えてもらうのに徹した方がいいよ。最初の3年は。最初の3年間はもう名前覚えてもらうのに徹する。元気だよ。
ペコの坂も元気だよ。俺のズボン取って。あ、いいよ、履いてからだよ。飲み物も買おうか。何がいい？おじちゃんの野菜ジュースがあるから。じゃあ俺の飲み物を買えばいいのか。あ、のんちゃん、Wi-Fi がない、俺。あ、そっか、充電器あんのか、俺。大丈夫だ。部屋ね、パーテーションで、パーテーションっていうか、本棚で区切ってるね。本当は、ワンルームなんだけど、まあ、彼女がいるから、配信に映りたくない人だから、あんまり。メガネ。メガネありがとう。ねえ、そっちにさ、これの充電器ない？黒いやつ。コンセントは？コンセント自体はないの。うん。うん？黒い配線だよ。俺のやつ？これ。のりこの？あ、違った。間違えた。ですよね。俺のじゃないでしょ？うん。はい、戻して。はい。俺のやつ。ない？ある。うん。はい。これが俺の？
ああ、口の中はすぐくっつくんだよ、あれは。切れて治ったよ。疲れとかダメージはないね。顎がちょっとずれてるぐらいで。うん、行こうか。疲れは取れたよ。疲れっていうか、あのほぼダメージなかったから、どこどこが痛いとか言わなかったでしょ。首がちょっとね、頚椎が捻挫ぐらいで。ていうか、まあトレーニング、チャンプのパンチずっと受けてたんだから、あんなんで怪我はしねえよ。沖縄でしょ、これ。いや、沖縄より暑いんじゃないの、これ。邪魔だな。空綺麗だね。沖縄みたいだね。暑いな。セブンイレブン先に寄っていい？閉まっちゃうかな、ボンマル。大丈夫だよね。暑いな、しかし。なんだこれ。これ倒れるでしょ、年寄りとか。なんだこれ。ババア。ロンちゃん倒れちゃう。これ危ないよ。これはマジで危ない。
な、大丈夫飲んだ。はい、まず。新宿に住むの全然良くない。田舎の方がいいよ。新宿に住むの良くない。水分ね、ちゃんと取んないとね。田舎の方がいいよ。家賃無駄に高いし、仕事する分にはまあまあ街動いてるって言ったことないよ。仕事はしやすいよね、人が多いから。いらないの、これもう。もうちょいらないの。280円になる。おい。1000円あるかな。いや、1000円。1000円あります。1000円。はい。24時間街動いてるっつっても飲み屋がやってるぐらいだよ。そんな動いてるってことでもないよ。夜中は飲み屋が朝までやってて別になんもないよ。むしろ田舎の方が俺は面白かったね。こんなもん人が住む場所じゃない。豚小屋だよ、豚小屋。人間らしい生活をしてるやつの方がいいよ。
うん、田舎の方がいいよ。こんなビルの中で働いてるやつなんか自分が何やってんのか全く分かってねえんだから。スイカいいじゃん、スイカ。スイカにしなよ。スイカの方がいいよ。スイカ重たいんだよな、持って帰るのな。大トロ？トロサーモン丼？トロサーモン丼ね。トロサーモン丼を2つで、はい、1個ご飯大盛りで、はい、なんかトッピングするのじゃん。いい。いらない？1つ大盛りの方カニ味噌トッピングで。はい。お願いします。これ持って。昼ごはんつうか俺ら朝飯だな。朝ごはんだね。俺は新宿はどうしても住みたくない街だったけど、何の因果か住んじゃってるよね。絶対に住まないって決めてた街なのに。いやー、人生って面白いよ。都会の中でも特に新宿は嫌いで、
願いしていいですか。高尾いいね。八王子の方はいいよね。住みやすいよね。八王子いいよ。東京って感じしないもんね。ほんと住みやすそう。あれはね、地方の人見たらびっくりするだろうね。これも東京都なのって。ああいいよ。西東京いいよね。穴場たくさんあるんだ。神奈川じゃないの？町田って東京なの？のんちゃん、これ倒れるな。倒れちゃダメだよ。なんだこれ。町田は東京なんだ。神奈川だと思ってた。あ、直徳さん行けなかったんですか。お疲れ様です。忙しいですもんね。お疲れ様です。いえいえいえ、連敗っす。向いてないっすね。もうやめます、僕。多分もう声かかんないっすね。ただいま、涼しい。机。
コーヒー入れといて。割り箸いる？割り箸多分お普通の箸がいいんだよね。ここの箸嫌いなんだよね。ケッピー、うまっ。ブルーソーダうまいんだけど。いや、こっちに生活保護だったの？それはまあ炎上するわな。それ本当？だってこっちになんて100万以上稼いでるでしょ。それは炎上するわな。うまほんまにいいサービスやな。うん。
お寿司弁当っていう発想がいいやん。安いし。昼しかやってないけど。うん。まあそれもあった方がいいんだよ。寝ない時間帯に従業員の給料払わなくて済むじゃん、うん、だったらその間に配達とか仕入れとかに行かせるんですよ。いやもう売れる時間帯徹底的に売りさせて、ね、石原都市が言ったのは正解だな。あの24時間お店が開いてる理由あんのかっていう、コンビニとか、うん、自動販売機とかも別に意味ないでしょっていう。なんか今日一番少ない。なんだろう。40人しかいない。暑いから。暑いから。暑いって一番減るの。こんにちは。ごちそうさま。いや、向こうで保存するわ。
ごちそうさまでーす。見てみるか。マリルボーンない？どこに住んでんの？あ、今ロンドンにいんの。ロンドンから俺の放送見てんの？もっとやることあるでしょ。ロンドンに行ったら他にいっぱいやることあるでしょ。何してん？人間っつうのはそういうもんだよな。でもな、バッキンガム宮殿の下りよくわかんないんだよな俺。なんだバッキンガム、バッキンガムって映画かなんかがモチーフなのかな。俺よくわかんないんだよね、バッキンガム宮殿がどうのこうのって。なんか古い映画の引用かな。なんかふわっち全体的に閲覧落ちてねえか。なんか全体的に落ちてんだね。
3桁が7人。でもさ、あの3桁7人ってさ、もっと人集められる人たちな。振り込まれてる、ありがとうございます。 T シャツ代振り込まれてます、ありがとうございます。あれ、よっしゃ送るか、 T シャツ。勝者もアイテムも低下した感じか。いや、わかんない。俺も10日ぐらい休んでたから、捨て頃前。YouTube ライブやってた。どうなんだろうね、アイテム。まあ、でもなんか、ちょっと、ふわっちよりもキャスって流れになってきてるよな、最近は。あ、気をつけてよ、着替えるの。うん。あの、映ってるから。できればね、あの、台所の方で着替えていただけると。まあ、パブルが落ち着いた感じなんじゃないの。まあ、だからあれだと思うよ、その食ってける配信者と食えない配信者また露骨に現れると思うよ。厳しくなってくだろうね、今後は。さあ、生き残れるかな、和道は。どうだろうね。ありがとう、風船ありがとう。なんか勝たしたはずなのに余計汚くなってる感じがするな。へこむわ。なんでこんな汚ねえんだ。寝てる。のりこはすやすや寝てるんだ。
いや、起きてるの確認できたら、起きてるの確認できたら聞かなくていいでしょ、俺に。なんで聞いたの？飯食って目覚めてきたな。これマジで年寄り死ぬぞ。死人が出るぞ、死人が。今日何やろうかな、どうしよっかな。たかやん、久しぶり。いらっしゃい。元気？
こんにちは。俺は風邪ひかないね。流行ってんの今。へえ。いや風邪全然ひいてないよ。全然平気。流行ってんだ今風邪。おお。
髪の色いいかな。でもね、髪の色ね、黒くしようかなと思ってんだよね。あの、今後のブランディングとか考えた時に、やっぱりジャケット着て普通の髪型の方が仕事取りやすいんじゃないかなっていうのは考えてて、まあその逆にこういう若者っぽいっていうかさ、好きなことやってる感じを出すっていうのもありなんだけど、赤い髪でキャラクターに合ってんのかなっていうのをちょっと考えてるよ。やばい、髪の毛1個でさ仕事を1個取れるんだったらっていう風に考えてるかな。どうしようっていう。もったいないじゃん、その1個の仕事でさ、その1個の仕事で人生変わるかもしんないから、そういうところはやっぱ気をつけていかないとなって思ってる。ちょ、考え中だね。やっぱ第一印象全てだから、まあ黒い髪は何回もやってるからね。そういうアドバイスももらってんのよ。これは今の赤と黒の髪好きだけど、気に入ってはいるんだけど、さて今日は何やろうかな、どうしよっかな。
おお、ゾウゾウさん、いらっしゃい。バカありがとう。休憩中？え、なにこれ、3位って表示されてるけど。え、これ何、わたあめ。え、なに、仕様が変わったの？こんにちは。なにこれ、3位って。みんなにも表示されてる？これ。みんなにもこれ、わたあめ3位って出てんの？え、みんなの方には出てないの？これランキングが出るんじゃないの？みんなの方には3位って書いてない？俺の方にはわたあめのサムネに3位って書いてあんの。書いてない？うわ、これ面白い。え、みんなの方には書いてないの？いや、俺の方には、じゃあ見せてあげる。これどうやってやるんだろう。ちょっと待ってね。俺の方にはこうなってんの。3位って、これみんなの方にはこうなってないの？コメント欄、ほら、天山ちゃん普通でしょ、ゾウザクちゃん普通でしょ、わたあめ3位って書いてある。面白いね。いや、これみんなの方に表示させた方が面白いじゃんね。ねえ、フォロワーランキング公開すればいいのかな。フォロワーランキング公開してみる？ちょっと設定変えるわ。ちょっと待ってね。フォロワー公開設定、これで多分今3位なんじゃん、わたあめが。わかんないけど、わたあめちょっとコメント書いてみて、もう一回。これならないかな。なった？わたあめコメント書いてみて。どう？みんな表示された？表示された？わたあめで3位って出た？はい、ワタツされてないんだ。これみんなに見えるようにすればいいのにね。面白い仕組みじゃんね。されてないんだ。オッケーオッケー。仕様が変わったんだね。はいはい。おい、みのむしさんいらっしゃい。されてないか。いろいろ、いろいろ頑張ってるね。ふわっちは。ちょっとじゃあ、郵送作業からやろうか。郵送作業から。ありがとう、パフェありがとう。謎だね。パフェありがとね。仕様が俺にだけ伝わっても意味ないでしょ。
でもこれはまあ面白い試みだと思うけど。そうだね、誰なんだろう。でもまあね、応援してる人からしたら嬉しいよね。うん、いや、これ携帯配信、携帯配信、最近スマホ配信にハマってて、もうバッテリーとか全部スマホ用にやってる。画質がちょっと荒いんだけど便利なんだよね。何位までなんだろうね。お、いいじゃん、弾丸塾挑戦者って。アグリンのやつさ、ニコ生でやったんだよね。見ていい？今てか、アグリンの込みわかんねえな。アグリン、カタカナでアグリン。え、さあアグリンさ、それどこにあんの？そのアグリンのコミュニティわかんねえな。 URL 送ってよ。俺アグリンのニコ生のコミュわかんねえから URL 送ってくんね。タイムシフトどこで見れんの？弾丸塾のネタ。うん、悩んでる体がつくて、カブトムシでカラオケで歌えるようになりたいな。なんだっけ、悩んでる体がつくて、指先は凍えるほど冷たい、どうした早く言ってしまえ、そう言われても私は弱い、あなたが死んでしまって私もどんどん年老いて想像つかないくらいよ。 LINE に送った、ありがとう。そう、今が何より大切で、じゃあ見てみよう。ちょっと待って、路上でやったの？ちょっと待って、もたえもりやってくれないってことで、アホだな。は？あの、一応ちょっとリアトツに金閣寺さんが来てくれて。金閣寺かよ、しかも。は？外でやったの、にょたえもり。もう親とは離縁したんで、もたえもり作ってくれないって言うから、お母さんも嫌だって言うから。アホだな。それで今一人で上野の町で新しいお父さんを探します。はい、ノンラブいらっしゃい。そう、一応念のためボディーガードに金閣寺さんが来てくれて。アホだね、これ飛ばせないの？もう誰も捕まえない場合は。ニコ生が仕様変わってるんだけど。私のアシスタントでお箸とか持たせてくれたりとかしてくれる。そうです、とてもありがたいです。弾丸塾のアグリンの女体盛りっていう配信があるんだよ。女体盛り配信があるんだけど、
アグリアホだから外でやってる。アホだな、よく捕まらなかったな。アホだな。アホだろお前。え、ちょっと待って、これスキップとかできないの？なんニコ生使いづれえな、クソだな相変わらず。え、これ飛ばせないの？スキップできないの？いやー素晴らしいね、素晴らしいよ。え、なに、アホだなお前。上野で脱いだの？バカだな。よっ、アホだなお前。上野の交差点の前でこいつ服脱いで女体盛りやってるわ。上野で僕はが欲しいってことで今ハムレットやろうと思って。アホだなお前。メガホンありがとう。こいつアホだわ。アホだわ。いやアホだわこいつ。上のこれダンカンさん超喜ぶよ。アホだわこいつ。こいつアホだわ。お前よ、いや体張るな。いや股間のところに魚の頭、魚の頭が股間でここにアワビが乗ってる。アホだろお前。で乳首のところにイチゴが乗っかってザリガニがここにいるの、生きてるザリガニが。アホすぎるわこいつ。バカだろこいつ。アホだな。よく捕まんなかったなこれ。アホだな。いや結構コメント走ってんじゃん。見たいけどこれは弾丸塾本番で見ましょう。これは面白い。これは面白いわ。アホだな。ありがとう。アホだわこいつ。アホ。あ面白かった。うん、いや弾丸塾本番でみあのお披露目しますんで。頭いて。アホだわ。底抜けのアホだわ。よかった。いやなかなか、いやでも。なんだろう、刺身とかを持って食べてほしかったよね、醤油をつけて。女体盛りだから、ただ盛ればいい。女体盛りって知らないのかな、刺身を盛るんだよ全裸に。で食べていってこうやるんだけど、お箸とかでっていう、そのエロ漫画とかのそのなんつうの AV とかでよくやるんだけど、これだと多分女体盛りの意味が分かんなかったんだね、女の子だから。ただ魚盛っちゃってるだけになってるんだよね。食べないとやっぱり。食べなきゃ、刺身を盛らないと。多分ね、女体盛りの本当の意味が分かんなかったんだと思う。まあまあでも面白い、でも面白いよ。アホだな。女体盛りっつうのは高級料亭とかで、多分アグリンがね女体盛りをしてなかったんだけど、高級料亭とかで超可愛い少女とかの上に魚を盛るの、刺身を。それで食べるんだけど、こう乳首つまんじゃったりとかしてっていう、そういうくだらないくだりなんだよ。
そう。だからもう一回撮ってもいいんじゃないの。もう一回やってもいいの。だから要はなんつうんだろう、皿にお皿になるの。女体盛りっていうのはお皿になって食べられるのが面白いの。食べられるのが面白いの。だからアグリンが意味分かってなくてお魚だけを持ってるのよ。しかもあのサンマとか焼いてないさ、生のサンマとかだから、多分ね、ダンカンさんそこ突っ込むと思うよ。もう一回やった方がいいと思うよ。これ面白いからテイク2でやれよ。そしたら2倍尺後日って編集してあげるから。女体盛りで検索してごらん。もう一回勉強した方がいい。まあ面白かったけどね。すいません、女体盛りの意味間違ってました、ダンカンさんって言って、ちゃんと勉強したんでって。4月の末までできるから、これはこれでいい映画撮れてるから、もうワンテイクやってもいいと思うよ。はいよ、こんにちは。アホだな。いや、これね、下手なコントより面白いよ。まさか外でやると思ってなかったから、ちょっとこれはバカだなって思った。え、解放のタイムシフト、解放はもう終わったの。もう解放どれ、解放ももうやったの、どれだろう。弾丸塾指令これだ。ちょっと面白いな。ちょっとシュールだな。たるかお前の体。太っ。なんでさ、これさ、木にから手足を縛ってっていうことじゃなかったの。なんで部屋の中なの。お前は逆に外だろ。これ弱いよ。これを外でやんないと解放は逆だよ。アグリンの方が全然面白いよ。まあ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 、シュールな絵になっちゃってるかな。ちょっと解放は、解放は外でやんないと。仲間使っていいんだよ全然。 YouTube の規約には、どうなんだろうね、わかんない。まあそれはスタッフさんと検討してモザイク入れたりとかするよ。まあでもアグリンのは別にセーフだね。いや、アホだなこいつら。生っ粋のアホだわ。いや、配信者っていいなやっぱり。だな。まあ間違ってるのも味があるし、そうそうそう、むしろアレンジ加えていいっていう風に連絡が来てるはずなんだよ。いや楽しいよねこうやって真面目に。いやこれは笑い取れると思うよ。アグリン、アグリン笑い取れると思うよ。俺は面白かった。アグリンのチームどこだったっけな。でもやっぱね、カメラの画角がね、素人だよね。カメラ、美味しいところがあんまり撮れてないっていうのが、ちょっとやっぱ。まあ、ここはしょうがないよね。あ、しかもさ、昨日のさ、リアル怪獣グランプリにさ、弾丸塾出たの聞いた？リアル怪獣グランプリに弾丸塾出たらしいよ。まだ V では見てないんだけど、これか。これはあの YouTube ライブのオーディション会場ですね。あ、オーディション配信の方ですか。あ、それ全部配信。うん、うん、あの Twitter で弾丸塾で検索するといっぱい出てくるよ。もんちゃんのスタッフさんの、要はリアル怪獣グランプリの方に楽屋風景とか映ってる。
ちょろっとだけどね。カイホ映ってんじゃん。カイホアベマデビューだね。いや俺も何気に映ってるし。奇妙な集団って書いてある。YouTube ライブのオーディション会場ですね。あ、オーディション配信の方って。あ、そう、全部配信。てか、モンちゃんの家ってこんな豪邸なんだな。モンちゃんの家、モザイクかかってるけど、超豪邸なんだけど。さすがイモングループ。なんか新宿の不動産の大金持ちなんでしょ？パソコン配信に切り替える？画質上げる？っていうかさ、あのちょっと笑ったんだけど、あのちょっと小耳に挟んだんだけど、モンちゃんがあのダンカンさんにお色気の術使ったじゃん当日。あれ結構ダンカンさんマジだったらしいよ。これ面白くない？あの完全にモンちゃんネタなのにダンカンさんまんざらでもなかったらしいよ。面白いよねちょっとね。くっそ笑うんだけど。ちょっと面白いよね。小耳に挟んだんだけど。いやダンカンさんさすがだよね。ちょっとダンカンさんがマジになってるっていう。聞くんだな、ハニートラップ聞くんだな。いや芸人さんだよね、芸人さんだよね。俺はちょっと笑ったよ。いや本気にしちゃうのが可愛いよね。もちろん美人だよ、スタイルめちゃめちゃいいし。モンちゃん美人よ。そこだけ YouTube で見てよ。面白そう？いやいやいや、それ配信外だよ。配信外でまんざらでもなかったんだ。
高齢上だもんな。世の中にはいるんだよ、大金持ちが。金持ちがさらに金持ちになるってなんかすごいよね。かきたれになるんだ。かきたれって言い方よ。そうだよ、かきたれだよ。かきたれいいもんだよ。いや面白い。さ、モンちゃんの1億円の使い方ってさ、あれなのかな、カンボジアじゃないと嫌なのかな。あのね、1個ね提案があるんだよね。みんなさ、ゾマホンってわかるよね、たけしさんの付き人。今ね、ゾマホンさんね、またたけし軍団に戻ってきてるんだよ。で、もしさ、カンボジアとかでさ、法律的に厳しいとかあったら、あれなんだよ、ゾマホンってベナン共和国の大使なんだよ。トップやってたの。だから、たけしさんって実はベナン共和国に学校作ってんのよ、500万とかで。だから、どうせさ、カンボジアでダメだったりとかしたらさ、ベナン共和国に学校作るとかさ、農業とかって全然コラボできるから。そう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 。だから、それもんちゃん、そうそう、マジなのマジなの。でちょろっと話題に出て、どうせ金の使い道困ってるんだったらだよ、こっちからプッシュするわけじゃなくて、なんか面白くなるんじゃねえかなとか思ってて、うん、ねえ、それって目に見える形じゃん。いや別に LINE 知ってるからできるけど、でもほらあんまりさ、なんかさ、お金持ってるからさ、俺がなんか狙ってるみたいになっても嫌だから、そういうの。そう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 、だからあんまりプッシュしないようにはしようと思ってんだけど、全然なんかそういう形でさ、なんか恵まれないそのね、アフリカの子たちでよかったんだったら、ベナンとかでもいいのかなとか思ったり。そうそうそう、そしたらさ、ダンカンさんとかに繋いでもらってさ、北郷さんとかも全然繋がりあるから、たけし軍団だから。そしたらポン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 進むじゃん。で、何がでかいって、大使だから、本当の実務やってる人だから、話が早いんだよね。そうだね。もんちゃんの希望があればって感じで、そしたら全然バックアップできるから。あ、だからゾマホンさんにつなぐことも全然できるでしょう。だからこういう展開がなんか面白くない？なんかつながり合った方が安心できるじゃん。下手、なんか変な使われ方しないじゃん。だし、なんか人脈もできるし面白そうだなとか思うんだよね。なんだろうね、その辺やらせなのかどうなのか分かんないからね。うん、あ、カンボジア大使に相談してるんなら大丈夫だね、もうね。うん、なるほどなるほど。どうなんだろう、最初からやらせなのかどうか。ほら、俺
ねえ、アベマさんの方の番組作りにはタッチしてないから分かんないよ全然。ノータッチなんで。 T シャツ郵送すっか。これ早くやんないと忘れちゃうから。たけしさんありがとうございますこれベナンはこれ幸せになりますゾマホンさん知らない人いないよね、よくよく考えたらめちゃめちゃ有名人だよなんだっけ二代目そのまんま東なのねえ、みんな知ってるよね。今日サプリくんのキツネ枠でワドさん T シャツ買ってくれてありがとうって書いたらのんちゃんと信じられた。ああ、のりこと間違えられたの別人だよって言っとかないとね。ノンラブとのんちゃんはちゃう。ねえ、のんちゃんのんちゃんでかぶってたからノンラブはノンラブに変えてくれたんだよね。ありがとうね。そう。ねえ、俺のせいでコテハン変えてくれて。でもノンラブっていいコテハンだよね。サムネと合ってるし。俺そのサムネ大好きなんだよ、可愛くて。いいサムネだよね。絵心ある。サプリね、サプリはアイラのリスナーとかだったら分かるんだけど、アイラさん大好きとか分かんないけど、なんかね俺のことしちゃってくれてんだよね。めちゃめちゃイケメンだったよ。意外と背高いし、あいつは伸びるでしょサプリは。なんで俺なんだろうね、謎だよね。なんかね、和道さん和道さんしちゃってくれるんだよ。嬉しいよね。T シャツ残り何枚だっけな、7枚かな。 T シャツももう少なくなってきたよ。これなんて読むんだ。宝物って言ってた。いや、すごいしちゃってくれんの。サプリくんといつかコラボしたいけど、まあキャラが違うからね。俺嫌われてるからさ、向こう囲われてるからさ、あんまりさ、向こうサプリくんのブランド壊したくないんだよね。彼伸びると思うよ今後。だから弾丸サプリくんのリスナーさんも俺のこと好きなの知ってるから、サプリくんがね、弾丸塾出ればって言ったら、サプリくんが言った一言が、和道さんに迷惑かけたくないっ
って言ったらしいよ。どんだけワドラブなんだよと思って。嬉しいよね。全然向こうの方が稼いでるからね全然サプリくんの方が成功してるからね。いやーすごいよ本当に。なんか本当になんかアイラみたいになると思うよ。次のアイラみたいになると思うよ俺は。彼はそう、何なんだろうね。配信始めてまだ日も経ってないんだよ彼は。まだ 2,3 ヶ月なんだよ。でどうしてふわっち始めたのって言ったら、渋谷かなんかの駅で広告を見たんだって、ポスターかなんかを。それでやってみようと思ったって言ってた。不思議だよね。わ、このリスナーさん俺の妹と名前一緒だ。年齢がわかるよ。多分同世代だ。名前で年齢わかるよね。あ、俺ね、癖字なんだよ。あのね、字が綺麗じゃない。習字とか一切習ってない。ただね、癖字って言って、すごい癖がある字を書くの。あれね、本当は字綺麗じゃないんだよ。あの、良くないの。癖が強いから。習字とかで怒られるの、逆に。いや、止め跳ねとかね、あの、色圧が強すぎるんだよ。そうそう、たまに言われるんだよね。字うまいねって。でも俺はダメなんだよ、この字の書き方が。癖字。怒られてたよ。授業とかで。習字は習ったことないね。すごい、あの、癖の強い字書くんだよね。習ってないよ、俺は。ただ字書いてるだけだよ日本人なら誰でも書けるわ。母親が字綺麗だったな。字見たいって、これ住所書いてあるからな。ちょっと見せらんないよ。いやいや、そんなそんなあれだよ、リスナーさんがあのよいしょしてくれてるだけで。
あ、そうそう、いや、セリアに売ってるの工作したんじゃなくて、セリアに売ってるのをただつけてるだけ。これ全部セリアだよ、100円だよ、100均100均。そう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 、ぺったんこで届くのこれ。そうなんだ。この人は L サイズだったかな、 L サイズ。はい、シワクチャ T シャツ送ります。シワがいいって評判だからね。T シャツね、あと7枚かな、あと7枚ぐらい。デザインそんな悪くないでしょ、買ってくれた人は。どうだった、結構クオリティ高いの分かったでしょ。多分ね、他の配信者のグッズとか買ったことある人なら分かると思うけど、相当よくできてるはずなんだよね。こだわったのが分かるはずの。なんか市販の T シャツとかよりも。でしょ？本当だったでしょ？首の部分とか。すっごいしっかり作ってるの。ここの部分とか。意外と、ほんとバンド T シャツって感じだよね。思ってたよりクオリティ高いぞってなるよ、本当に。そこはね、こだわり抜いたから。業者さんと何回も打ち合わせて、高くてもいいから、原価もう跳ね上がってもいいから、いいやつ作りたいって言って。本当ね、あれだよ、あのユニクロとかの T シャツよりも全然素材いいよね。最高級品のあの T シャツの一番原価高いやつで作ってるから。はい、ワトツー、外歩ける、まあまあまあ、外歩くかどうかお任せするけど、ね、そんな悪くないと思うよ。はいはい、どうぞ。全然しっかりしたやつだよ。手前味噌ですまねえけど、本当に悪くないよ。なんかちょっとバンド T シャツみたいなノリだよね。どっかのライブのバンドの T シャツみたいな。はいはいはい、外配信について、はいはいはい、なんでも僕の考えでよかったら話せますけど。ぺちゃんこで届いた、ごめん。それはすまん。それはごめんね。これは買った人しか分かんないから。ぺちゃんこに届くんだ、まあ、多分揉まれるんだろうね、荷物、その郵送の間に。ちゃんとふっくらふっくら届けてるはずなんだけど、郵送の間にぺちゃんこになっちゃう。どうなるのか、ですね、僕があの条例を読んだ限りだとどうにもなりません。東京都の条例が何が変わったかっていうところが、盗撮の範囲を広げたんですよ。で、盗撮の定義っていうのを警視庁のところでリンクが飛んでるんですね。
東京都の条例で、みだらにあの裸を写したりとか、パン女性の体を写したりとか、裸を盗撮するっていうのを拡大したんですよ。そうだから、んどうもならないですよ。だからみんな普通に外配信できますよ。僕も昨日やったし、盗撮の範囲が広がっただけ、簡単に言うと。だからそもそも配信者盗撮してないから大丈夫です。みんなやってるでしょ。はい、じゃあこれ今から送ってきます。ちょっと一個送ってきますね。住所だけ最終チェック。Tシャツ完売させたいな。OK、 じゃあ今から送ってきます。ストーカーっていうよりもまず盗撮の定義なんだけど、部屋の中とか会社のロッカーの中でやる分には OK だったの。変な法律なんだけど OK だったのが、要は俺の自宅でのりこの裸とかを写しても盗撮で捕まえることができるっていう法律なので、あくまで盗撮目的なのね。で、配信者は目的は盗撮ではないからっていうこと。ストーカーっていうよりも盗撮がダメなの。その盗撮の範囲を広げたの。いや、民間の自分の所有物でもダメになったの。ただいま。はいはい。あのね、条例見た方がいいよ、自分で。いや、玄関家の前なんだよね、ポスト。自分で条例読んだら分かるから。みんなね、あの条例読まないで言ってるの。調べもしないで言ってんの。簡単だよ、東京都条例改正で検索したら一発で出てくるよ。で、難しいこと書いてないから。
え、なにこれ。